れ様です。今ね、 YouTube でライブ放送するのが旬と言いますか、多分多くの方が使われてると思うんですけども、この YouTube のライブっていうコマンドがない時って、まあ私はね Facebook ライブを使っていたんですよね。どの Facebook ライブの前っていうのは、実はね Ustream っていうライブ放送のこうアプリというかメディアがあったんで、そこを使わせてもらったんですよ。で、今そういえば Ustream ってどうなったのかなと、多分誰にも使われずに潰れて消えたのかなと思ったんで、ちょっとこう検索しているところなんですけども、ご覧のように Ustream で検索すると一番上にね Unext が出るんですよ。もちろんスポンサーって書いてますから広告なんでしょうけども。で、2つ目が Jstream ね、それからビデオグ聞いたことないんですけども、それからフワッチとか出てきて、なんとね Ustream が出てくるのは Wikipedia なんですよ。2007年に成立させた動画共有サービスでスタートしてますよってことなんですけども、その下に Ustream はどうなったのっていう質問があるんで、ここを見たら答えが早いのかなと思いますね。あ、その下にあるな、生きてるんだまだ。まずはどうなったのかを見てみましょうか。サービスが終了して2018年より IBM ビデオストリーミングに完全移行ということで、まあ消滅したってことですね。 Ustream あれほど世話になったんですけども、なくなりました。で、Ustream公式オンラインストアってのがあるんで、なんとなく見てみるとどうなるかってことですけども、どうなるんでしょうか。 Ustream っていうのはね、放送とは全く関係ない旅行バッグとかなんかアパレルの会社が出ました。だから Ustream って同じ名前の全く別の会社、同じ別のサービスですね。で、 Ustream が移行した先の IBM ビデオストリーミングってところがね出てますんで、ここをクリックしていくと、まあこういうふうに、まあ Ustream にログインみたいなことが出ますね。まあ私もログインできるんでしょうけども、用事がないんでしません。うん、まあということですよ。Ustream、さようならっていうことですね。で、なんとね、Ustream 偽物とかね、あるみたいですね。多分これ、アパレルの方の偽物じゃないですか。まさかね、ライブ放送のUstream の会社を検索する人ってのはいないと思うんでね。あ、Ustream ってまだあるのって書いてますね。これ最後にクリックしていきましょうか。アメーバブログ。はい。2020年の記事ですね。これは多少検索にかかりやすいテーマじゃないですか。まあ、私もかかってしまったんですけども。懐かしいと感じましたって書いてます。本当そうですね。はい、当時のままのサービスとしては現在存在していないと書いてますね。まあコロナ禍で Zoom とかが注目されていますが、あと数年したら Zoom 懐かしいと思う日が来るんでしょうかと。同じ感想ですね。はい、じゃあ今回は Ustream についてちょっと思い出したんでね、動画にしてみました。